金ピラジカは、木の国熊野の海を荒らし回った鬼の大将。文献によっては、海賊ガが丸などとも記されている。熊野灘の鬼の岩屋を本拠として住み、数多くの鬼ともを部下にしていたという。鬼ヶ城は、断崖絶壁で、海が静かな時にしか近づけないところであり、ここに鬼神が住んで豪民を悩ませていた。平城天皇の頃、 鈴鹿さんの鬼神を退治した聖大将軍坂、上田村丸が、木の国の鬼の話を聞いて討伐しようと日祈頭を経由して、船で岩屋へと近づいた。鬼の大将である、金ピラジカは手下を集め、田村丸は、物の数ではないが、観音の加護があるので我々の人随力が効かないかも、しれないと食料を運び込んだ岩屋の石の戸を閉めて、じっと閉じこもった。 田村丸が攻めあぐねていると、沖にある島の上に、菩薩のような一人の道士が現れ、弓矢を携え田村丸を手招きした。かしこまる田村丸に、私が舞を舞うから、軍勢も一緒に舞おうと道士が語り、船を並べた舞台の上で舞い遊んだ。その妙なる調べに、鬼の大将は何事かと石の手を少し開けて顔を出したところを、 田村丸はここぞとばかりに、童子から授かった弓を引き矢を放つと、矢は金ピラジカの左目に命中した。すると岩屋の中から金ピラジカの手下の鬼たち八百人が飛び出してきたが、田村丸の線の矢先にことごとく倒れた。千樹観音の化身であった童子は、光を放って飛び去り、童子が現れた島は、マミルカ、島と呼ばれ、鬼の本もこの小字から付けられた地名である。 金ピラジカの首は井戸村の谷間に埋められ、たたりをもたらさぬよう、差しもぐさたたりをなさじと念じて封じ込めた。将軍は、大泊りの奥に、観音堂を建立して、守り本尊の千住観音像を治め清水寺と、名付けた。三重県熊野市井戸町に鎮座する、大熊神社に、鬼ヶ城における討伐で、賊の頭の首を地中に埋め、その上に社殿を作ったとの伝承がある。 この族の頭が海賊高賀丸とされている。熊野の鬼退治伝説は坂の上の田村丸が熊野へ遠征していることで成立しているが田村丸が熊野へ遠征した歴史的事実は確認できない。桐村栄一郎は先に寺の権力に抵抗する勢力を鎮圧した伝承があり、時代とともに伝承の中身や主役が入れ替わったのではないかとしている。 熊野山略記には、関武天皇の頃に、熊野山が放棄し、合わせて、南蛮の乱も起き、熊野三島に征罰せよとの勅命が下ったとある。佐賀天皇の公認元年、熊野三島は、大将のアイスレイと孔子を打ったが、悪事高丸は打ち逃した。東国に逃げた高丸を、坂上田村丸が征罰したとある。熊野山略記では、 熊野三頭が主役で田村麻呂は脇役であるが、南蛮が鬼に江の元、ウイ、鈴木が田村麻呂に入れ替わったのが、熊野の坂の上の田村麻呂伝説のルーツではと推測している。ありがとうございます。